松浦彩松浦彩は日本の歌手、タレント、女優で元アイドル。愛称は綾や,や兵庫県姫路市出身。元ハロー。プロジェクトの一員。血液型は B 型。身長156センチメートル。夫はウィンズの立花の啓太。2017年9月15日以前はアップフロントクリエイトに所属していた。幼い頃から 母親の影響で歌うことが好きであり、漠然と歌手になれたらいいと考えていた。しかし歌手になる方法を考えたことはなかった。そんな中、友達から借りた CD ハッピーサマーウェディングに第4回モーニング娘。平家道代妹分オーディションの案内が同封されており、同オーディションに応募した。同オーディションで歌った曲は浜崎あゆみのファラウェイ」であるが、 歌ったことをよく覚えておらず、オーディションの審査員からの質問にもうまく答えられていない気がする。と10回している。しかし2000年8月29日、同オーディションに合格。オーディションの状況から予想外であったと述べている。 2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年,年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2017年、2018年、2020年。愛称である、あややは、デビュー当時に、テレビ東京の音楽番組、ミューザックス、にて、飯田香織が命名したものであり、 モーニング娘。の曲、恋のダンスサイトの一節、アイアヤーが、アヤヤと聞こえることに由来する。アヤヤが株式会社アップフロントグループの商標として2006年3月24日、出願、2006年10月13日に登録済みである。禁断で、コンタクトレンズを使用していたが、2007年に、レーシック手術を受けた。好きなアイドルグループは、ヒカルケンジとスピードで、 松浦が初めて好きになったのが光源氏であり、芸能界に入りたいと思ったきっかけはスピードに影響されたからである。藤本美希とはかつて同じハロプロに所属し、他と共に認める大親友だと言われている。ハロープロジェクトからのソロアイドルデビューは異例のことであり、ハロプロ系アイドルブームの一端を担った。松浦より後はグループアイドル人気から踏み込んだ。 会えるアイドルをコンセプトとし、ストーリー性に重きを置いた、成長実感型のアイドルが主流となったことから、平成最後のソロアイドルとも称されている。2012年現在、オリコン最高位は2位で、ユニット参加では5マットデフ、ディーバとして1位を獲得。売上認定では、日本レコード協会のプラチナディスクが最高である。ドッキドキ。 ラブメールとロピカル恋してるラブ涙色100回の、キッスもも色片思いえい、めっちゃ、ホリディザ美学草原の人ねえ。グッバイ夏男ザラストナイト奇跡の香りダンス。風のぶこアソング青春先生渡らせばしずっと、好きでいいですか気がつけばあなた綱を噛むように、涙、笑顔絆チョコレート魂天才。レッツゴーアヤヤムオリジナルアルバムファーストキッスティー。 W.O.3W レインボー思い溢れて、ベストアルバム松浦アやベスト1松浦アや10、TH アニバーサリーベスト、ハワイ限定ベストアルバムシングル、ベストスペシャルエディション4ハワイ、シングルベストスペシャルエディション4、ハワイ企画アルバムサウンドトラックその他、参加作品シングル V、草原の人シングル V ねえ、シングル V グッパイ夏、男シングル V ザラストナイトシングル V、奇跡の香りダンス、 シングル V やソング青春先生シングル V。渡らせ橋シングル V。ずっと好きでいいですかシングル V。気がつけばあなたシングル V。砂を噛むように、涙シングル V。笑顔シングル V。絆シングル V チョコレート魂。松浦やファーストコンサートツアー2002春。ファーストデート2002.6。礼ニアット、東京国際フォーラム松浦やコンサートツアー2002。 秋イエい、めっちゃライブアット、中野サンプラザ、松浦綾コンサートツアー2003春、松リングピンク、松浦綾コンサートツアー2003秋、あややヒットパレード、松浦綾コンサートツアー2004春、私と私とあなた、松浦綾コンサートツアー2004秋、松クリスタル、代々木スペシャル、松浦綾コンサートツアー2005春、101回目の、キス、ハンドインハンド後、 ウラ夏美ファーストコンサートツアー2005春。トライアングルエナジーハロー。プロパーティー。2005。松浦あやキャプテン公演。松浦あやコンサートツアー2006春。大人の涙。松浦あや上海ライブ。松浦あやコンサートツアー2006秋。進化の季節。松浦あやコンサートツアー2007秋。ダブルリインボー。松浦あやコンサートツアー2008春。 アヤザウィッチ・マツーラやコンサートツアー2009秋、思い溢れて、マツーラやラグジュアリー・クリスマス・ナイト2013、アット・コットン・クラブ・ハロー、プロジェクト2001すごいぞ。21世紀モーニング娘。コンサートツアー2001、ライブ・レボリューション・春・ゲスト出演・ハロー、プロジェクト2001、トゥギャザー・サマー・パーティー。ハロー。 プロジェクト2002今年もすごいぞ松浦彩、ファーストコンサートツアー2002春。ファーストデートハロー。プロジェクト2002ワンハッピーサマーデー。松浦彩サマーライブ2002コンサート松浦彩、コンサートツアー2002秋。イエイ。めっちゃライブハロー。プロジェクト2003ウィンター楽しんじゃってます。松浦彩コンサートツアー2003マ松リングピンクハロー。プロジェクト2003かよっしゃ。びっくりサマー。 松浦綾コンサートツアー2003秋、綾綾ヒットパレード。慶応義塾大学第45回三田祭り前夜、祭り、綾綾ヒットパレード。特別編員慶応、ハロー、プロジェクト2004ウィンター、カモン、ダンスワールド第25回記念日刊スポーツ主催2004、神宮花火大会花火案内と国立霞が丘、競技場観覧会場に出演。 松浦綾コンサートツアー2004春、私と私とあなた、ハロー、プロジェクト2004サマー夏のドーン。松浦綾コンサートツアー2004秋末、クリスタル。松浦綾コンサートツアー2004秋末、クリスタル。代々木スペシャル。ハロー、プロジェクト2005ウィンター A ハッピーニューパワー。赤組。松浦綾コンサートツアー2005春、101回目の、キス、ハンドインハンドアイ。 地球白前夜祭り記念スペシャルコンサート松浦彩、コンサートツアー2005春、101回目のキッス、ハンドインハンド、後浦夏美コンサートツアー2005春、トライアングルエナジーハロ、プロパーティー。2005、松浦彩キャプテン公演新姫路市誕生記念、松浦彩、W メロン記念日、コンサートイン姫路城、松浦彩、里帰りスペシャルハロ、プロパーティー。2005、 松浦あやキャプテン公演ネオ、ハロー、プロジェクト2006ウィンター、エルダークラブ、松浦あやコンサートツアー2006春、大人の涙、松浦あや特別演唱、松浦あやコンサートツアー2006秋、進化の季節、ハロー、プロジェクト2007ウィンター集結、テンスアニバーサリー、GAM ファーストコンサートツアー2007初夏、グレートアイア&、 ミキ・マツーラーヤコンサートツアー2007秋、ダブル・レインボー・マツーラーヤコンサートツアー2008春、アイア・ザ・ウィッチ・マツーラーヤコンサートツアー2009秋、思い溢れて、ハロー、プロジェクトカウントダウン・パーティー2013、グッバイハロー、マツーラーヤファンクラブツアーイン、ハワイゲスト、カントリー娘。マツーラーヤファンの集いマツーラーヤファンクラブツアーイン、ハワイボリュームに2 0 0 5年6月度ハロー。 プロジェクトファンクラブ限定イベント、本当にあった、怖い話 3D 恐怖シアターあややと過ごすファンの、集いカジュアルディナーショーカジュアルディナーショーグレート、ハワイアンツアーウィズ GAM まだ、夏は終わらない。終わらせない、松浦あやファンクラブイベント2008日付けは、マニアックライブボリューム1に相当。お台場冒険王ファイナル、君が来なくちゃ終われない。 ともえちゃんフォークジャンボリーメインゲスト出演。松浦あやスペシャルライブ2008アット STB139 松浦あやファンクラブイベント。マニアックライブボリューム2松浦あやスペシャルライブ2010アット STB139 松浦あや。ファンクラブイベント。マニアックライブボリューム3松浦あやコットンクラブライブ。松浦あやファンクラブイベント。マニアックライブボリューム4松浦あやファンクラブイベント。 マニアックライブボリューム5松浦アヤファーストディナーショー2006ウィンター松浦あや XI ムアズディナーショー2007松浦あや XI ムアズディナーショー2008松浦あや XI ムアズディナーショー2009松浦アヤラグジュアリークリスマスナイト2013ふとじは主演 CM 好感度調査の上位に何度もランキングされているありがとうございます